1977年の浅ジ屋駅と周囲約500メートル範囲。上が南稚内方面。相対式ホーム2面2線、副本線、駅舎横の南稚内側に貨物ホームと引き込み線を持つ。この時点では相対側ホームがすでに撤去されて実質駅舎側の単式ホーム1面仕様となっているようである。駅舎横と駅裏のストックヤードには まだ貨物が望みされており、貨物列車が留置されている。かつては近くを流れるサルフツ川上流の支流、石炭別川沿いの断行で採炭された石炭の出荷駅でもあった。その後1983年の時点で、抽選風に残されていたかつての二番線の分岐が切られて放置されているのが確認されている。また廃止前までに他の側線もすべて撤去された。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成朝地の駅は北海道宗谷郡サルフツ村アザーアサジアにかつて存在した北海道旅客鉄道天北線の駅である電報略号は地の天根北線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった当駅が所在した地名より廃止時点で 一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。かつては二面二線の相対式ホームを有する列車交換が可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった外側の一線は交換設備運用廃止後も側線として残っていた。その他本線の南輪っかない方から分岐し、 駅舎北側の切り欠き機部分の貨物ホームへの貨物側線を一線、また本線のおといネップ型から分岐した分岐機が撤去され、途中に車止めの置かれた行き止まりの側線を一線、有していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は構内の西側に位置し、ホーム中央部分に接していた。木造板張りの駅舎であった。 低い茅やが茂る。湿地帯で原子林に囲まれていた。周辺の線路跡は浜東別駅跡から猿ツ駅跡までが北オホーツクサイクリングロードに転用されている。2001年時点では交流センターの裏手にホームだけ残存していた。2010年時点でも同様であった。また、駅名表の枠から取り外された駅名表示部分は 鬼西別駅跡に建築された鬼西別バスターミナル1階の天北線の資料展示室に保存、展示されている。ありがとうございます。